ヒロト、モロケント。さあ、あ、逆だ。そう、だから具合悪いなって。なんかおかしいなと思ったら、うん、逆でした。はい、はい、ということで、はい、12月25日になりましたよ。ねえ、クリスマスが今年もやってきました。はい、もう何年もクリスマスは一緒に過ごしてますね。そうだから、まあ、おかげさまで毎月25日やり始めて、もう何年なんだか分かんないですけど、3、4年ぐらいはもうクリスマスは一緒に過ごしてますよ。そうなんですよ。でも、しんのすけさんとはもっとイブを過ごしてましたね。そう、なんか数えたらここ20年で16回一緒だったそうです。ああいうのちょっと焼くからやめてくださいこっちが本ちゃんですからね、イブじゃなくて、はい、クリスマスが本ちゃんですから、はい。で、今日はどうしましょう。昨日それこそしんのすけさんと収録あったんですけど、はい、やっぱクリスマスはクリスマスなんだよね。はい、ああ、まあクリスマス仕様ってことですね。クリスマス仕様ボールの具合が。そうで、まあ徐々に徐々に年末に向かっていきますからね。そう、はい、まあまあ言わんとしたことは分かります。本来はディフェンシブに、いや本来はもう何もないですよ。もうめちゃめちゃずっと負けてきてるから、もう今日はディフェンシブに行こうって、もう前回言ったやな、決めてました。先月のエンディングで言ってました。今日こそはもうジャグラーです。先生、宇宙さん、最近パチンコの調子がよろしいです。もうマジ勘弁してください。非常にここに来て勘弁してくださいよ。ようやく、まあ通る通る、本当に通る通る。じゃあどうしますか、2人ともそっちパチンコ行くのか1人にするのか。だからまあ抽選これからしますが、はい、まあ1人は取れるんだったらやっぱり抑えのジャグラーは、うん、あとまあ寝台がちょっと入ってるから。そうですね、何台かありますね、とかを視野に入れつつ、1人はやっぱ浮世の中を落としに最後に。まあ最後の運試しか。先読みだけでやると当たるんだよ、はい。ちょっと待って、もうなんかユニコーンかなんか打つ気満々じゃないですか、うん、先読みだけでやると。あれのカスタマイズだね。先読みだけが、先読みだけでいい。ユニコーンは先読みだけでいい。もう2021年年末に言い置いておきます。ガローも入ってますよと。だからガローもまあいいよね。まあ絶対一回当たりますから。絶対一回当たるから、あ、まあ手意味ではいいんだけど、ここまでチンチンにやられてきてね、はい、最後に拾るのもどうかと思うんだよ。それをずっと言ってこうなってんすよ最後にな。わかりました。じゃあもう今日本当にうまくいかなかったら来年から絶対仕切り直しますよ。そうだから、まあそうよ、今年いっぱいやってみて、うん、でダメだったら、うん、だってもうそうでもしなきゃ帰ってこないんだから。もうじゃあ今日でダメだったら本当に損切りしましょう。パチンコは損切り。もう帰ってずっと帰ってこない、このままずっと帰ってこないから、もうここで一旦やめましょう。いいですか。だってお前これでさ、だって2人で打ってよ、はい、じゃあ2万ぐらいね、朝からスロット入っちゃって、はい、どうするってなるんだから。それ前回も同じこと言ってたんですよ、うん、500枚浮いてもため息出るっつって。そうなんだ、2人で2万ずつ負けてもっとため息出てたエンディングで、まあ、そうなんだけどまあいい、最後だし、一応その大きいのは狙いに行く方向で。わかりました、わかりました。もうじゃあ1人は、もう、はい、それはもう一連択勝で、一連択勝でそこで行きましょう。じゃあもう今年まではもうそれで行きましょう。じゃあそう、わかりましたっていう方向で、はい、よろしいね、はい、じゃあまあ抽選始まりますから、はい、今年最後ちょっと気持ちのいい実戦をして、そうですね、締めくくって、来年に向けてちょっと弾みをね、笑顔で締めくくれるように つけていきたいと思いますから、はい、今日も一日よろしくお願いします。頑張ります。はい、頑張ります。で、逆によくみんなこうやって来てくれますよ、あんだけこんだけチンチンにやられてんのに。我々だからみんな負けてないんだろう。あ、まあそうっすね、みんなまあうまいこと始まってんでしょうね。シャポン、あ、まあ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 、なるほどなるほど。7番、おーし、おー、いいね、いけるぞ。よし、ちょうどいい塩梅だよ、ちょうどいい塩梅。さあ行きましょう。お、開いてるね。あ、これじゃないよ。あ、新ホギア、新ホギア、こっち行きましょう。僕は寝台です。あー、そう、あ、あ、違うよな。あ、ポジョン、あー、なるほど、こうなったわけか。これは迷うね。あ、これ違うな、ここか。これは昨日30回当たってる。行こう。
さあでは実戦開始でございます。僕は寝台の新ホギアから。後ろさんユニコーン取れました？取れました。あ、 OK です OK です。じゃあとりあえずまあ狙い通りでありますね、お互いね。まあ、とはいえなちょっとユニコーンが怖いですよ。なんであんなに自信満々なのかよくわかんないけど、まあでもこうなったらもう信じるしかない。願わくばあと1時間以内、1時間以内にユニコーンの方から何か動きがあったと、そういう知らせが届くことを願います。これは前兆ステージなのかな。ああ、なるほど、こうやって少しずつ集まってくるのか仲間が。6の4から急に進まなくなったな。だいたいこのぐらい集まるのがデフォなのかな。うん、弱そうですね。星2つ半、残念。じゃあ引き続きちょっと解析を見ますね。これチャンス目かな。解析見ようとするとなんか引くな。今回6の3か。おお、でも響きちゃう。おーらららら、星4つだ。あれれ、響きちゃんがそう簡単に負けるかい。おーおーおお、なんか熱そう。イエーイ、早かった。135ゲームこんな簡単に当たってくれるんですね、チャンス目から。前兆は別にそんな強そうじゃなかったけどね。さあこれは何が起こるのかい。こっから何をすればいいのかい。あ、説明がある、優しい。ベルナビの第一選手の位置で攻撃内容ガチ抽選。ああ、なるほど、はいはいはい、うん、嫌いじゃないです、そういうの。各キャラの攻撃リールの履歴が響きの攻撃にリンクする。これはどういうこと。ああ、4個点灯なら撃破、5個なら絶勝。なるほど、響きの攻撃は各リール上のキャラアイコンが多いほど強化される。よし、じゃあ行こう。先制攻撃チャンス、1000ダメージ、全部で1万あるわけね。 OK です。さあラウンド1、おお、ここでチャンスエグ。どうなのこれは。これはでも次のゲームの方が良かったとかではない。あ、お、あ、お、あ、ここでセットされるのか。なるほどなるほど、いいよ。奥義2つ、3つ行け、3つ。いやー、オール奥義来た。これはだからもうさっきのスイカのおかげじゃないの。もうどこでもいいです。はあ、楽勝。イエース。あれでも奥義だけど一番なんか弱そうな。いや、奥義なら半分ぐらい減らしてよ。まあまあ悪くない悪くない。わあ、ここでチャンス目いた、すごいね。追撃ストック、じゃあ中取ろう。これ中、さっき中取れてるからそのイメージで。はい、中ドスン。いやー、でも追撃があるんだもんね。トータル2000か、まあ悪くないんじゃない。2人目で残り4500だから。さあさあさあ、いやー、500取っちゃった。おお、撃破がある、撃破、撃破出てきた。いやー、だからやっちゃいけないのは左で、ここは中を通るじゃなくて左以外という謙虚な気持ちでいこう。取ってる、絶対取ってる。今なんか一瞬光ったねこの人。イエース、なんだ面白いぞこれ。でこっから本ちゃんってことね。はいはい、
説明しましょう。 V ソングは特定の連チャンスで到達でチャンスが訪れる。3勝目7勝目には GX 名降格、10勝目の継続バトルは絶勝バトルを発するチャンス、20勝目の継続バトルは完走バトルを発する。だからまあとりあえず目指すべきは3勝7勝ね。でそれが終わったら7 3 7 10 OK 行きましょう。ワンセット30ゲームあるのかな。いやだからやっぱパチスロやパチスロ、パチスロ打たないと。おー何ですか何ですか。あーここでなんかその GX 目っていうのは出すの。これで OK ってことか。あー気持ちいいねこれ。パネル消灯とともにこれでボーナスなんだ。何これ面白くない？よし行こう行こう。あ、今のは GX 名ではないんだ。今のはリーチ名を狙い演出なんですって。さっきのは GX 名ってなんか中リールに7チェ7を狙えっていう演出みたい。ボーナス終了です。この終了画面とか何かあるか一応見ておきましょう。じゃあ続けます。あ、これでも2勝目になるんだ。ゼロでネクスト継続バトル。あーなるほどね。期待度4つさすがに大丈夫じゃない。3勝目まで行こう。あ、これはいい音。チャンスアップかい。イエス。さあこれで3連目です。だここよね。ここでその GX 目っていうのはちょっと出やすくなってるんでしょ。おお早速出た7チ7。おおいいね。この手の狙いはね、あの北斗宿命の炸裂目もそうだし割と好きですね。ベルハゼ、最低でも1個もらえるの。いやじゃあここはまあリプレイだな。引きたいのはな現実的なところでね。いきます。いいレバーオン、いいレバーオン。ああ押し順出ちゃった。でもとりあえずこれで継続ってことですよね。あこれちょっと好きだ。3連目とかこういうところでどれだけ頑張れるかか。しっかりここで頑張って、まあ、7連目までの貯金を作っておきましょうねと。もう一発ぐらい引いておきたい。あ赤だ赤だ狙いが。おっしゃい。次も最低1個もらえるんだよ。前これがデコなのかな。ベル外れで最低1個っていうのが弱者。おナビがないぞ。あいや面白い。ナビなしちょっと興奮するわ。3セット目終わりです。まあここは見ての通りストックがありますからね。いやここ超えたい。ここ超えれば10勝目見えてきますからね。次の7勝目の内容次第では。いやーちょっと弱そうだな。うわっちょっちょっちょここでジャックか。いけっ。あダメか。終わりました。635枚。まあでも悪くないでしょ。先読みで入った時にユニコーンっつったから。あと金文字も出てたから。こっち。あ赤そっち。
やろうやろう。ほら金文字金文字。おお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 。あるよね。あ金セリフじゃないですか。あるよね。赤。いやーどうだ。よい。これ最初のとこで成り上がったことないんだよね。赤くなればいいんだろ。そうですそうです、フラッシュバックみたいなやつが赤くなれば あれやったことないのよ。だってもうそれ3000とかで割と出るんで、あまああんまなんないですよあそこは。あこれ昨日3連弾だから、いやそろそろ取れますねこれね。何年か何年か。割れろ割れろ。えピシャッ。まあこの流れは取るでしょう。お隣さんも単発だったからね。え？お隣さんも単発だったからね。いやじゃあ島の流れ的にも。ゲ。左打ちに戻す。ちょっとおかしいな。ちょっとおかしいな。パチンコは調子いいんですよね。調子はいいです。まあいいです、これ前も4連単のち17連なんで、はい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 、次ですよね。なるほどね、そういう考え方、ね、単発癖はあるけど、なるほど、取れた時がみたいな。入るとでかいね。そうそう、なるほど、そっちのパターン、ね、ホームランバッタータイプです。あなるほどなるほど。じゃあ大振りでいくからじゃあもう、頼みます、まあ11でしょ。11ああ、うん、いつもより具合いいです、ね、あのね、ちゃんと打つとね、20個ちょい球あると思う。ちゃんと打ってください。追加入賞しまくってるから。ちゃんと打ってください。うんうんうん、またもや追加投資が始まっていますけども、ここはね、連撃まで行ってるんですよ。なので、まあ、次のチャンスオンは突破できる可能性がいつもより高いということで、まあ、もう1回チャンスオン当てるまでは頑張りましょう。こっちは今、投資が19000円、まもなく2万円ですね。だもしこれこの後 AT 取ってやめたら、まあ、後ろさんの隣のユニコーン空いてればですけど、僕ももうそっち行きます。もうどっちにしろ1人じゃ間に合わんでしょうこれ。さあ行こう。これ連撃ですからね、初の連撃。どのぐらいのダメージを与えることができるんでしょうか。え、1500？ あ、そんなもんなの。うわー、期待して損した。右以外ならいい、もうそれでつなげよう、つなげよう。いやー、ゲイ。謙虚な気持ちが実を結びました。まあよかよか。2000か。ここは奥義取っときたい。おー、いいよいいよいいよ。奥義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 。3の2で奥義取っとこう。よーけーよーけーよーけー。ここも奥義ならもう完璧。ここはもう右取っちゃダメ。クリスはこの2つを取ればなんとかなるんでしょ。まだ取ったことないけど。完全に今意表ついたね。中出すん。あ、謙虚な気持ちが実を結びました。これ相当いくんじゃないの。まあ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 いっか。4000ぐらいもらえるかと思ったのに。でもう一丁奥義、もう一丁奥義。ここは最低線、最低線よ。最低線取れればもう次でなんとかなる可能性が高い。もうだからそういう謙虚な気持ちがね大事です。人間謙虚さが一番。うわー、これは、いやまだ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 油断ならぬ。これ追撃取れればもう、いやいや油断ならぬ。おい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 、そう、あー激破だ、もう激破激破で、激破激破、オール激破でいきましょう。最低でも罰金。あー、いった、取りました。チャンスオンはな、結構調子いいんだけどなかなか伸ばせんですね AT が。よし、
し、投資が22,000円。行こう。もう一丁。うわあ。いや厳しいっすなー。298枚。引き戻しやってやめますかね。結局3台中2台はラッシュに入ってんだよな。多分大して使ってないんだよ一番。てか最初から回転から打ってるの俺だけなんだけど、なぜこうなるかね。モロゲンに言うなよ。俺今満州取ったわ。300円持ってる。5万ぐらい勝ちる。ちょっと先読みしてないからあれなんだけど、タイトル一応金だったんだよね。当たりそうなんすか。おお。ただ先読んでないのよ。いやでも絡まなくても赤来い。いやーどうだ。おお。4パチ。いやー頼む。今までのことは許すから。本当に今までのことは許すから、ここでちょっと最後に頼む。お願いしますよ。これ俺実はさ、はい、今内緒にしとこうと思ったんだけど、今俺満州当たったんだよね。いやよかったよかった。まあでもいいですよっていう意味でよかった。流れが来てる、流れが来てる。あーほら3000。これもね13、13、45ボックスがなんとか。いけるか。嘘だ嘘嘘。嘘嘘。え、やってないから。それは本当に牛尾さんがもう今日は全く使い物ならんから、僕がやってありますわ。レバブルオン、レバブルオンです。よし、もう間違いないよ。これは外しようがない。うわー、レインボーだ。レインボータイトルいただきました。来たな来たな。まあ、これも外せないっすよ。いやこれも外せない。外せない。外せない。大丈夫大丈夫大丈夫だな。信じていい。大丈夫。いいの。大丈夫です。もう今日はこれもこれでもう決着つけないと。もう時間ないですから。あとちょっとのところまで来てるから。誰が誰が、うん、誰が。え、チームでな。いや普通の方か。いきますよ。大体ここから行くから。早く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 。もっと早く。もっと早く。いけ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 。遅くねえか。おお、2人で7万回使ってっぞ。いけー。いけ。嘘だよそんなバカな。よーし。なわけあるかい。ただスタートラインですからね、これはあくまでも。もうデストロイ。うわ、13回転目よ。まだだからな延長戦も大丈夫だから。いや嘘嘘嘘、んなバカな話ねえよ。いやこれはいくらなんで。それはね、ま、いくらなんで。12回転でそんな引くわけねえよ、いや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 、12回転はねえから。いや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 、それはねえって。
どうした、どっか具合悪い、合わせて2人で50回転で2回落としてるぞ。帰りましょうか。おう来たぜ。この先敵へあり。もう弾はあとこんだけです。うん、これはありそうな気がする、予感がする。あららら、あららららよし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 、キス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 、よ、いやラストチャンス、ぐちゃぐちゃ、頼む。3の1ってことはないでしょう。3の1ってことはね、計算が合わないから。それじゃあ、遅くない？いけ！痛い、痛すぎる。しかしまあ最後まで思うようにいかなかったな。来年はちょっと本当考えよう。残り500円から、入賞時フラッシュで保留変化強いの来て赤に変わってのレバブルです。だここは外れた方がいい。あー滑るよな、だよな。お外れてあのパンパンのが、いや、まあ、もうこれは当たりますよ。当たる当たる当たる。おうおうおお、よし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 、いやーこっからだ、頑張って、こっからすごい。え、4パチですか。4パチ、1人あるよあるよ。だもんな、最終局面、2021年の集大成。いやマジ集大成ですよ。もうこれダメだったらもう諦めましょう。もう諦めよう、パチンコ諦めましょう。引退だ、本当に引退引退。怖い。ちょっと追い詰められたな。だ大丈夫、こっからボタン押して成り上がるのが何やかん一番多いから。でもこの時点で 50% だからな、 40% だから1対1っすよ。意地を見せてやりますよ、男の生き様を。いけー、今までいくら負けてると思ってんだこの店で、この野郎最後ぐらいくれよ、今年最後。いやおみんな拍手してるよな。ありがとうありがとう、よし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 、分かってるよな。いや分かった、もう俺とお前で合わせて50回転で2回落としてるからな。僕がなんで今この業界でまだ仕事ができているか見せてやりますよ。僕2時間続けちゃってください、よしか、レバブルいただきました、レバブル来た、よし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 、よし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 とりあえず一つ、まだ全然足らんけど、とりあえず一つ、おー早かった、早い早い早い。さあこれで3連割とね、ここに行ってすぐ落ちたりするんで気を引き締めていきましょう。もう本当にね、逆転するまでは笑わない、笑顔を見せない。いや、いらんいらん、そういうのいらん、そういうのいらん。うわっ、いや、ないない、それはないから、やってないから。ちょっとだからこういうのだよ、10回転じゃ引かないよ、10は引かない引かない、こっからあれするから。俺これからしか当たんなかったら7連ぐらいしたことあるから。4だからな、いけるいけるよ、10回転じゃ引かないよ。4からだからいける、さすがに。4つからいいの？4はいいです、4はいい。待て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 、おいまだ全然足りんとこないやろ、いくら負けてると思ってんだトータル。おい、こっからよ、戻ってこいよ、本当にここ戻ってくる、戻ってくる、本当に戻ってこいよ、戻ってくるから。いやマジふざけんなよ。
あ、店長苦笑いだよ。いや、ちょ、煽りがくれたけども10万。うわ、どうしますか。もうすぐそこだったと思うのよ。あ、パチンコの当たりに関してですか。あ、まあ、当たりというかその勝利、うん、いや僕が聞いてるのはそのことじゃないです。はい、あの満州取った分を乗るのか乗らないのかです。バカだな俺船券いくら負けてるか知ってんのかお前。今日僕らは同じ時間を共有してます、うん、そんな中で今月船券だけで100万負けてるぞ。その人が取る、なお取る。いやもうパチンコやめましょう本当に。一回やめてみっか。もうやめましょう一回な。だから先月もみたいなことを言ってて結局やっちゃってんだよね。いやだから、うん、もう本当にジャグラーなり、今日もジャグラー良かったです。あ、ジャグラーは今日は角はやっぱりね、一番の人が取ってたんで、ね、まあ、あれはもうしゃあないです。もうあれは取れなかったから、もうしゃあないです。ただやっぱそのボーナスタイプとかにもちょこちょこあったり、あと ATK、RTK にもそうね良さげなのがあるから、そうね、ちょっとやっぱり一旦パチスロ行きましょう。ちゃんとじゃ次回は必ずパチスロに行こう。うん、うん、ダメですよもう。約束しよう。その月負けてるからとか、うん、調子がいいからとか、うん、もうダメですよ、うん、本当に3度目の正直。うん、分かった。フリじゃないですからね。大丈夫？いやもううるさい、もううるさいよ。流れが悪魔のささやきですからね。もう朝流れが変わる。ユニコーンがっつってさ、朝もう抽選の前までジャグラー行こうと思ってたのに。え、いいじゃないか。その何、一応夢を追いかけた末の結果だよ。でももう我々目がないっすよ。ないかな。ないないない。パチンコ特にね、やっぱこのお店のパチンコとすこぶる相性が悪い。いや、なんでか知んないけど、ほらユニコーン3台じゃない、うん、僕らだけ出てないみたいなことがあるんだよね。まあ今日も真ん中なんだったら、今日あのゲンさんとさ、僕らがいたあのボックスの中でちょうど僕らのとこだけ出てないんだよね。ちょうど後ろのゲンさんも出てました、ね、ちょうど出てないのよ。そうだから一応結果僕が4パチだな。僕は4万使って970枚回収です。うん、2万負けぐらい。2万負けぐらい合わせてだから7万ぐらいですね。5、6、7ぐらいだな、うん、あ、だ毎回やっぱ3万近く負けてるんですよね。今日もでも3回一応ね右取ってんだよね。で50回ぐらいの間に2回落としちゃってるから僕ら。そうなんですよね。しかも僕も結局最後10回転で落ちてだろ。だから150分の1をねめちゃめちゃ引いてるんですよね。20分の1ぐらい引いちゃってるじゃないか。うん、そうですね。トータル損壊になりますね、多分ね。だから次始まったら700回ぐらいはめれるかもしれない。だからダメだ。じゃないとだって計算が合わないもん。その考えがダメですって。もう計算、我々が計算通りになると思っちゃダメです。他の誰かが計算通りになってんの。なるほどね。もう我々ならないです。800回ぐらい続けてる人がいるわけか。そう。世の中の他の人たちにその確率が言ってるんですよ。じゃあ僕らに帳尻合わされてる感じ。僕ら2人の中で帳尻が合うことはもうないです。ないのかな。あ、じゃあ来月は、うん、もうじゃあ僕がね、じゃあ朝入場して、はい、間違って入り口から入って、はい、直進しようもんだったら、はい、一回首を絞めてもらって羽交い締めにしてもらって一回店の外に連れ出してもらっておい目を覚ませと。だったら空いてるバーサス打ちなさいと。そうお前はここだと。分かりました。でやってもらわないと、はい、僕自分でも何しだすかしでかすか分かりませんから。そうですね、はい。まあ、来月また多分パチスロの新しいのもちょっと入ってると思うんですよ。そうね。よし、分かった。じゃあちょっと次は一度地に足をついて、ええ、パチスロでちゃんと立ち回ること、これも2022年のもうスローガンです。そうですね、うん、に掲げてやっていきますから。次はスローオンリーで、パチスロオンリーでちょっとパチンコで取り戻そうかなみたいな、パチスロ転生だからパチンコで取り戻そうかなみたいなのももうなしで真剣にパチスロしましょう。まあ、そこはいいんじゃない。妥協のバーサスとかも必要ですって、やっぱり我々には守りのな、うん、守り抜いて桜で逃げ切ったかな。そうそう、あの時の立ち回りやっぱ思い出すべきですよ、ね、あ、なんだかんだ勝ってたからな、うん、っていう感じで、はい、まあ、今年はまあこれで終わりになりますが、じゃあ2022年からちょっと、来年はね我々ちょっとやってやりますからね。不甲斐ないとこ続いてますんで、夢の本当年間収支プラスをねちょっと来年こそ目指しておるんじゃないかと。そうですね、少なくとも25日だけは年間勝ったねと、言えるように。そうね、そうね、じゃないとやっぱお客さんもね、そういいとこ見せないとダメよ、本当に、はい、
感じで、はい、まあ、良いお年になりますが、来年も引き続きリーガと共にあらんことと、はい、というわけで良いお年を、良いお年をお楽しみましょう。ありがとうございました。